震災は地震によって引き起こされた災害のこと。大規模なものを大震災という。信号の地震動の規模は科学的に評価され、国際的にもマグニチュード等によって表現される。また、それが地中を伝わって各地域で観測された揺れの程度は各地域ごとに震度等で表現される。一方、 日本の大規模地震対策特別措置法第2条1号では地震災害を地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害と定義している。日本では気象庁が大地震とみなした場合にその地震の現象に対して命名がなされる。これに対して 被害の程度が大きい場合には、政府がその災害に対して命名をし、震災あるいは大震災を付した名称統一がなされる場合がある。なお、気象庁は、現象の名称と災害の名称との違いに注意を喚起しており、東北地方太平洋沖地震は、東日本大震災と同じですかとの質問に、違います。 東北地方太平洋沖地震は、気象庁が定めた地震の名称です。東日本大震災は、この地震によって引き起こされた災害に対して、政府として名付けた災害の名称です。と答えている。正式には、平成7年兵庫県南部地震のように、それぞれの現象名の前に都市が付加される。The 1995サザン兵庫プリフェクチャー。 アースクエイクのように、英語名称も同時に決定される。気象庁は、1災害発生後の応急、復旧活動の円滑化を図る、2災害における経験や貴重な教訓を構成に、伝承することを期待する、の2つの目的で、顕著な災害を起こした自然現象について、名称を定めているが、地震についての基準は次のようになっている。 気象庁とは別に、日本政府がその災害に対して命名をする基準は明確ではないが、地震動による被害が国難をもたらしている場合に、大震災との命名がなされており、上記の地震の現象の名称と災害の名称の表の通りである。ただし、福井地震については上記の3つとほぼ並ぶ被害規模であるが、大震災の名で呼ばれることはほとんどない。 なお、日本国政府とは、無関係に、新潟県庁が、新潟県中越地震の被害に対して、新潟県中越大震災と命名し、県の関連文書に使用している例がある。地震の強い揺れによって引き起こされる災害。強い振動によって、崖や斜面が崩壊したり、人為的建造物が破壊される。表層地盤の揺れやすさ全国マップ内閣府地震。 火山対策担当作成2005年10月19日、発表揺れが大きいほど被害が大きくなる。揺れの強度は、基本的に、地震自体の強さ、震源からの距離、地盤の構造によって決まる。地震自体の強さはマグニチュードで示される。マグニチュード8クラス以上の地震を一般に、巨大地震と呼び。 震源地から数百キロメートルの広い範囲で大きな被害が出る。マグニチュード7クラスの地震でも震源が地下の浅いところにあれば震源周辺に激甚な被害を与える。1923年に発生した大正関東地震はマグニチュード7.9の巨大地震だったが、東京府、房総半島、神奈川県、伊豆半島の全域が 震度6の激震に襲われた。1995年の兵庫県南部地震は、マグニチュード7.3で、神戸市、淡路島を中心に震度7を観測し、震源に近い神戸市や阪神間に大きな被害を与えた。2011年の東北地方太平洋沖地震は、マグニチュードは9.0で、宮城県栗原市で震度7を記録した一方で、当地では、 死者は出なかった。また、東北から関東までの広い範囲を、震度6弱以上の揺れが襲った一方で、前回棟数は、想定より、大幅に少なかった。この地震では、木造家屋に影響が大きい周期の地震波形が、少なく、建物に影響が少ない周期の地震波が強かった。大きな地震があった時、 わずか数十数百メートル隔てた場所で被害が大きく違うことがある。これは地質構造によって揺れ方がかなり違うことが原因。すなわち地下の浅いところに硬い岩盤があるような場所では揺れは比較的小さいが砂や粘土が厚く積もった場所では揺れが大きくなる。同じ原理で谷間を埋め立てた造成地も揺れが大きくなる傾向がある。 日本全国の揺れやすさについては、国土省が調査した結果が公表されている。上手参照。大河の川口周辺の沖積層では、震度が1ポイント近く高くなることが想定されている。揺れの大きさを表す単位に、振幅、加速度、震度がある。振幅は、揺れ幅の大きさを、加速度は、揺れの速さを物理的に示す。震度は以前は、 人間の感覚で評価したものが発表されていたが、1996年以後、震度計により自動的に観測された値が発表されるようになった。観測点が増加したことで、新しい地震ほど大きな値が記録される傾向がある。不安定な急斜面が強い揺れによって崩壊する現象。谷の上流部で崖崩れが発生した場合、 岩石や土砂が谷筋に沿って長い距離を走る岩屑な、誰や地盤の深い部分も同時に崩れる、深層崩壊となる。崩壊によって、斜面上にあった山林、田畑、住居、道路が被害を受け、さらに落下した大量の土砂によって、田畑や住居や道路が埋められる。山間部の河川では大量の土砂によって渓谷が埋まって、 ダムを形成することがある。このダムは不安定なので後日決壊して下流域に水害をもたらす。1847年の全港寺地震では全港寺平の西にある国空造山が崩壊し、麓の西側に高さ65メートルにも及ぶ天然ダムが形成された。このダムは地震発生の1ヶ月後に決壊し、 全校寺平一帯に大規模な水害をもたらした。地震の揺れによって地面に亀裂が入るのが地割れである。液状化現象は地下に水を大量に含んだ厚い砂層が存在する場合に発生する。通常は一応固体化している岩水砂層が強振動によって流動化して地割れを生じ割れ目から砂が吹き出たり、 地面の沈下を引き起こしたりする。1923年の関東大震災では、神奈川県茅ヶ崎市中島の道路で、地下水を噴き出した地割れに少女が落ちて溺死したという目撃証言がある。1948年の福井地震では、福井市和田で作町の水田で37歳の女性が、地割れに落ち、胸まで埋まって死亡した。 1964年の新潟地震では、旧品野川の河道であった場所で、建物の沈下や傾斜が多発した。新潟市小針で25歳の女性が、地割れに転落して死亡し、また、山形県酒田市でも、女子中学生が、地割れに転落して死亡した。1995年の阪神・淡路大震災では、 神戸港の護岸の各所に砂を使用していたため、液状化によって岸壁が沈下し、港湾が長期間使用不能になった。強い揺れによって建物の柱組みや壁が破壊され、建造物が損傷、崩壊し、中にいた人を埋めてしまう。調理や暖房に火を用いている時に建物が崩壊すると火災を引き起こす。地震は、 震源断層に沿って岩盤がずれ動くことで発生するため断層周辺では地形の変形が起こる。正断層や逆断層が動いた場合断層を境に地面の上昇や下降が起こる。活断層データベースには日本の主な活断層の1回の地震に伴ってずれ動く量などのパラメータや それらの算出根拠となった調査データがまとめられている。海底で大きな地震が起こった場合、海底地盤の変異が海水を動かし津波が発生する。大規模な津波は電波範囲が非常に広いため、直接地震動を感じなかった海岸まで巨大な津波が襲うことがある。日本は過去何度も津波の被害を受けており、気象庁は 警戒や予報に力を入れている。2011年の東北地方太平洋沖地震はマグニチュード9.0と日本の観測史上最大規模の地震が日本近海で発生し東日本の太平洋沿岸へ津波が押し寄せ非常に大きな被害を与えた。地震を原因とする津波被害で海底地震に起因しない例として1792年に 九州で起こった島原大変被後迷惑がある。この事件は、雲仙岳の火山活動に起因するマグニチュード6.4の地震で、島原にある微山が崩壊し、大量の土砂が島原海に流れ込んで津波を発生したもの。津波の被害は、島原大岸の被後が最も大きかった。日本国外では2004年にインド洋で発生した大津波などの事例がある。 1662年の漢文を見、若狭地震では、地盤の上下が大きな被害を与えた。地震によって、琵琶湖沿岸が沈下し84ヘクタールの田畑が水没したと言われている。この地震では、北部の三方五湖周辺で地盤の上昇があり、河口が高くなったため川の水が海に行かずに周辺に溢れ、田畑や村落が水没する被害を出した。 1804年の木坂田地震では、埼玉川河口の坂田が大きな被害を受けた。木坂田は、旋回に、小島が点在してその風景の良さを、松尾場蕉にも歌われたが、この地震で海底が約2メートル上昇して一帯が陸地になり、名称が消滅した。阪神、淡路大震災当日の阪急海岸大地震が起こった場合、 蒸気の直接的な被害に加えて様々な災害が長期間続く。地震によって送電線や変電設備が被害を受けて停電となる。水道管やガス管は各所で破断するため断水や都市ガスの途絶が起こる。配管類の損傷は地下から建物に入るまでの間の被害が最も多い。これは地面の揺れと建物の揺れに 若干のズレがあることが原因である。病院や役所では、自家発電設備や、浄水の備蓄設備を有しているところが多いが、一般家庭では直接被害を受ける。電気、水、ガスがない状態では、食事、トイレ、風呂等の通常の生活ができなくなる。また、危険地域とみなされた場所に居住する、市民等は避難所へ移動するが、ここでは、 食事や睡眠にも支障をきたすし、暑熱や寒気に対して十分な対処がなされていない。これらの状況によって体調を崩す人が出てくる。阪神・淡路大震災の際は道路や鉄道の被害が大きかったので、被災地では生鮮食料品の供給がほとんどなくなった。この状況は2週間以上継続した。 避難所での生活が長引くと、心理的にも疲労がたまり、病気になる人が出てくる。居住地の早期復旧が困難と判断された市民は、仮設住宅に移動することになる。旧来の地域コミュニティから断絶した生活が続くので、特に高齢者にとって辛いものがある。発電施設、貯水施設、ガス施設、気発油施設、交通施設、 通信施設などは、震災に対する高度な安全対策が求められる。また通常の災害対策関連法とは、別個に制定されている特別法が存在する原子力事故については、災害対策として一層の安全が求められている。地震や火災に対する恐怖感や人種差別的発想による流言、肥後が飛び交い、暴動、焼き打ち。 外国人襲撃等の事件が発生することがある。ありがとうございます。